おはようございます。チャンネルナビゲーターのみほです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は炎天下を避けて平日の曇りを狙ってみました。4名貸し切りの A イケスになります。月曜の居残り期待で挑戦してみました。まずスタート前にアジを購入して青物の準備をしておきます。天候は曇り。4人貸し切り。今日も気温が高くなりそうなので餌の保存状態が心配です。クーラーボックスの中に内蓋を作成してできるだけ氷の持ちを長く保つようにしておきます。閉めます。よしです、よしですね。青い染めは石台が放流されているということで準備してきました。さて竿の準備です。大量に強度3号タイプ3メートルと青物用に強度4号タイプ 3.6 メートル、予備に強度3号タイプの 3.6 メートルを準備しておきます。仕掛けは円錐浮きの 1.5 号、重り1号、ハリス3号、針は10号です。釣り堀紀州の生けす形状は真ん中が深くて出前が浅くなっています。なので3箇所での棚取りをおすすめします。棚は朝はそこからで時間とともに浅くしていきます。棚取りでよく質問されることで深くするときの浮き止め糸の移動方向ですが、出前に移動すると深く、竿先の方向に移動すると棚は浅くなります。手前と次は真ん中辺を測ってみましょう。あ、いいかね。そんなに深さは変わりませんと。
青物の棚は真ん中の底を狙いますので、アジが泳ぐ範囲を想定しながら竿でアジの動きをコントロールする必要があります。予備の竿を準備しておきます。トラブルが発生したとき、手返しよく釣りを再開できるように必ず予備は用意しておきます。ここで今回使用している餌はささみにアミノ酸と食紅の黄色、紫外線発光液を主体に作っています。ここで釣り座についてのワンポイントアドバイス、シーパーク店長からの情報ですが、朝生けす全体を見て小魚がたくさんいる場所には大きい魚はいないということです。そこで今回は小魚がいない方角、南側を選択しました。朝の一投目で餌は紫外線発光のささみに何かがヒットしました。青物のようです。ハリスが細い大仕掛けなので切られる可能性もあります。ちょっと待ってな、ごめんな、まさかまさかこんなん食うと思えんかった。あ、外れた。食いが浅かったか、アリ外れです。だから青がヒットやね。ささみで。タイですように。
あ、また出た。あー、くそー、食い悪いな。なんでやねん。うん、外れた。なんでやねん。バレんなよ、もう。あ、また出た。何してんねん、さっきから。待ったろか。それかもう速攻合わすかやな。よし、速攻合わせたら今度。なんで3匹もバラすね、朝から。青物とタイ2匹。今のタイ思うわ、間違いなく。もうかかれよ、今度はしっかり。これでもいいじゃん、消えるわ多分。あおやろ、あまちゃん、あ、いや、去年来たけど、これでも残ってもないよって。よし、来た。よし。じゃあ、ちっちゃくせよう引きよな。ちょっと小さいハマチでした。ほんまに。なんてやつや。ハマチです。釣りました。ハマチ釣りました。
今回はここまでです。朝から曇りのためか紫外線発光餌でハマチ、貝がよく食ってきましたが、かかりが浅いのか針外れを連続してしまいました。次回は紫外線発光のアルゼンチン赤エビを使っての動画です。ああ、直井さん